表と裏が異なる旗では表と裏のデザインが異なる国旗、周期、歴史上の旗について紹介する。裏面が表面の完全な胸像となる国旗はここには含まない。裏面が表面の胸像とならず表面と同じデザインとなる国旗にはブラジルの国旗とサウジアラビアの国旗がある。表側に州の紋章とスペイン語の連帯と自由の標語を 裏側には太陽をデザインした旗を1997年に制定している。1996年に制定された旗では、表側に州の紋章を裏側に聖キリルと聖メトディウスを象徴する十字架がデザインされている。独立当初は隣接するルーマニアとの統合を見越して、表面のみに国章をデザインした国旗を使っていたが、2010年に裏側にも 国章の鏡面をデザインするものに改められた。半アラブ色をもとに三日月と星をデザインしたものだが、表側のみで裏側にはデザインされていない。また、反対側向きに形容することも多いが、その場合も同じである。1980年10月23日に裏面が無事と規定された。1861年に自由の女神を表にバラガラガラ蛇ラテン語の 不可侵なるものの標語を裏にしたのを制定したが、1895年に、ンデレ十字をとにした原稿のものに切り替えた。1901年に正式として制定された旗は、表側に弓矢を持った、アルゴンキンネイティブアメリカンを、裏側に、松の木のデザインをデザインしたものだったが、1971年に、裏側の松の木のデザインを外した。矢は下を指しており、 平和を意味している。1925年に表側に開拓馬車をあしらった紋章を裏側にビーバーをデザインした旗を制定。今日では両面の旗を持つ米国で唯一の州となっている。ありがとうございます。